というわけで9レース1着となりました埼玉92期の香取亮太選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今回埼玉3人でのレースとなりましたけども、作戦などはどういった作戦だったでしょうか。そうですね、もう阿鼻子君にお任せって言ってたんですけど、もう一生懸命踏んでってくれて感謝しかないです。最初スタート取れまして、はい、であの後ろが渡辺選手、牧田選手は渡辺選手になるのかなっていうところに加賀山選手が入ったと思うんですけども、はい、そのあたりはどう見えてましたか。あ、もうそこは僕気づいてなくて、うん、もうずっと阿鼻子君の後輪を見てました。でも誰も抑えてくることなく、まあ、阿鼻子選手がスパートをかけたという形になりましたけども、はい、後ろついていてどうでしたか。そうですね、もう前も後ろも心強かったんで、僕はもうちょっと安心していられました。今回この1着で、まあ、あの番手の3番手の高橋選手の2着で、まあ、来季 S 級が決まったと思うんですけども、はい、率直に感想はいかがですか。そうですね、もうゴール戦2人でワンツーだったのも分かってすごい嬉しかったんですけど、阿鼻子君も頑張ってくれてすごいいい開催だったなと思います。半年ぶりの半年ぶりの S 級になると思うんですけども、まあ、戦い方とか何かまたありますかね。そうですね、もうみんなに助けられて上がってこれたんで、もう一生懸命自分も頑張って活躍できたらなと思います。では、また今回の応援してくれた皆さんに対して、また来季 S 級の意気込みをよろしくお願いします。埼玉は今強い選手が多いんで、出遅れないように僕も一生懸命頑張りたいと思います。これからも応援お願いします。